まあ今日はちょっと天気がいいんでね、外で青空教室的に撮影をしようかなと、思ってます。僕はカナダに1ヶ月とニュージーランドに2ヶ月語学学校に通って、でアメリカにはそう4年生大学、まあだから正規留学として来てます。でワーホリに関してはこれはの周りにいる友達が結構ワーホリに行く人も多くて、3人の友達と姉も、ワーホリに行ってるんで、その方たちの意見を参考にこの動画を作ってます。じゃあまず最初語学学校から、メリットデメリット話していこうかなって思います。語学学校のメリットは、基礎的な英語力がつくっていうのが、ありますね。語学学校っていう、もう学校に通うんでその英語を勉強するための、ところなんで、そこにいたら確実に基礎的な英語力はつくかなっていうのはありますね。で先生もすごい優しいんで、英語を第一言語としてる人じゃない人に教えるっていう先生なんで、みんな先生も優しいですし、もうできないのを前提に来てくれるんで、それが分かってるっていうのはすごい大きいかなっていうのはあります。なんですごい分かりやすく教えたりっていうのもあるし、すごいなんていうのかな、基礎的な英語力を学ぶっていう意味では、いいと思います。あとめっちゃ楽しいですねすごい楽しいです。なんかイメージ大学のサークルとか草野球とか、ほんとそういうなんか緩い雰囲気の中英語を勉強できるんで、そんなにプレッシャーとかもないですし、すごい楽しい中英語を勉強できるかなっていうのは、ありますね。はい。でそういう雰囲気の中で勉強してるんで、友達とかもすごいできやすいっていうのはかなりメリットとしては、あるかなと思います。海外に出て友達できるかなって不安に思う方が多分いると思うんですけど、みんなそれは同じなんで、もう来て自己紹介とかしても話したらもう秒で友達になります。どんなに人見知りとかでも最初の友達のできるスピードはかなり早くできるかなっていうのは、ありますね。はい。あと友達のできやすさで言えば、学校自体も友達を作りましょうみたいな感じなんで、週末とかに結構アクティビティ、なんかビーチ行ったりとか、なんかバーベキューやったりとか、近くの遊園地連れて行きますとか、バスツアーとか、そういうのが結構頻繁にあるんで、そういうのに参加すればもう絶対友達できます。さっきの基礎的な学力が伸びるっていうところに戻るんですけど、基礎的って言ったのもあんまり日常向けじゃないかなっていうのもあって、なんかスラングとか日常的に使われる、英語はあんまり教えてくれない印象ですね、僕のイメージは。でも学んで無駄なことではないので、いきなり基礎も分かってない状態でスラング学んでもしょうがないですし、そういった意味での基礎的な学力っていうのはありますね。あとクラス分けが絶対あるんで、自分のレベルに合った授業をしてくれるっていうのはかなり大きいかなっていうのは思います。結構クラス分けもこまごま分かれているんで、すごいいいかなって思いますね。その国の人と仲良くなる機会がないっていうのはデメリットかなって思います。例えばアメリカの語学学校に行きましたっていうと、そのアメリカのネイティブの人と仲良くなる機会がないんですよね。そうっていうのも、語学学校に通ってると、語学学校行ってその語学学校でできた友達、言ったらその国の人じゃない人たちが来るわけなんで、ブラジルだったり中国だったり韓国だったりヨーロッパの人とかが来てるんで、そのアメリカ人はもちろんいないですよね。そう、日本人が日本語学校に通うなんてことはないじゃないですか。なんでそこでできる友達っていうのは、その国現地の人じゃないっていうのはデメリットとしてあるのかなって思います。あと専門的な勉強ができないっていうのもありますね。語学学校なんで、語学は勉強するところなんで、例えば心理学だったり、ビジネスだったりとか生物学を勉強したいっていう人は、その語学学校ではそういうカリキュラムはないですね。あと僕が思うのは、本気になりたい人はあんまり行かないんじゃない方がいいかなっては思います。っていうのも、さっきも言った通り結構緩い雰囲気の中、真面目に勉強してるんですけど、全然サボろうと思えば余裕でサボれますし、授業行かなくても宿題適当にやっても
なんだろう、あの先生もあ全然いいよいいよみたいな感じで、で2ヶ月行くって決めて2ヶ月行ったらその卒業証書はちゃんともらえたりするんで、なんか本気度で言ったら本当低い。さっき言った草野球っていう表現かなり僕はしっくりくるなって思ってて、まあ、草野球の対極にあるものって言ったらやっぱ部活とかそういうものじゃないですか。なんか高校の野球部とかだったら本気で甲子園目指して本気で練習、もう休みもなく毎日練習したりするような感じ。でもそれは語学学校にそういう雰囲気はないかなっていうのは僕は感じてますね。まあ、それが、うん、そのあたりがデメリットですかね。